分かりたいと思うなら、夢を追いかける鳥の。あちジャパンチャンネルのお時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今インドネシアのアチェ州バンダチェに来ています。ドリアンです。野菜の、間違った、果物の王様です。あ、こっちはフェイクですね、こっちが本物です。そして皆さん、ドリアンを食べた後はどうなるか分かりますか。これ痛いよね、これものすごいドリアンの痛い皮が、廃棄されます。それをお掃除してくださってるのが皆さんです。ということでですね、今日はこの、ドリアンケーキのお店に来てみました。このドリアンケーキをおすすめするリザルさんです。hari ini kita akan melihat martabak durian pasir. Martabak durian pasir di jalan Ulili. ドリアンを食べにウレレに来た的なことを言ってるようです。このトコイに、コバルン、sudah lama、sudah lama、 sudah lama、 ラマって何だっけ。ああ、古い、古いお店だそうです。老舗ですね。これがなんかピンボケしてない、ピンボケすごいピンボケしてる。これがマルタバドリアン、ドリアンケーキだそうです。あ、焼き菓子ですね。じゃあ食べます。じゃあドゥア、ドゥア、あ、食べる、食べる。これビペキペルティディ。あ、オッケーオッケーオッケー。なば、みさぼこたえばどこわん、我々は先ほどたらふく食べたのでもういいと言ってるんですが、どうしても食べさせたい、絶対お前たちはこれを食べたらびっくりするはずだと、そのようなことをですね、リザルさんが言ってるように、見受けます。あー、ドリアンですね。こちらのお店ではドリアンケーキの他にドリアンを使ったさまざまなドリンクやお菓子などを販売しているようです。ドリアンがうずたかく積まれていますね。店内にも大きなドリアンの、写真が飾られています。まあドリアンね、おお、あちらの壁にはこんな感じですね。まあ私実はですね、初めてアチェで、ドリアンを食べたのが一昨年のことです。それはそれは衝撃的な味でした。なんじゃこれはと、まあ、これまで食べたことのない味、そんなものを皆さんは食べたことがありますか。まさにそんな味でした。甘いのでもない、しょっぱいのでもない、苦いのでもない、辛いのでもない、その味は何とも表現しようのない味でした。そして私はこのような未体験なもの、それをやはり表現したい、そんなふうに思いました。つまりドリアンは私のその日からの目標になったのです。あ、作ってるのね。
capek kayak drun, kayak drun. Oke, oke. どうやら焼きたてが食べられそうです。そしてこのドリアン王国の目の前ではドリアンの皮を片付けてくださる清掃業者の皆様、頭が下がります。火が入りました。お好み焼きっすね。なるほど。離れてても違っても一体どんな味なんでしょうか。続きはまた後ほど。それでは皆さん、またお会いしましょう。参拝順払ぎ。